WWS チャンネルご覧の皆さん、M、フローのででですすすバ,バルですタクですまず音楽で集中できるのか実際っていうなんか自分も半信半疑で、えー、っとあとそもそもじゃあどういった音楽が集中できるのかっていうのも半信半疑であの思って実際それでいろいろと話を聞けば聞くほど面白かったのはいろいろと科学的に証明できる部分が あるんですねであの例えば最初いきなりスパークさせるえと爆発させるとかそうやって気鳴らせる要素が入るであと懐かしいとかそういう自分が心地よい部分はどういったもので心地よくなるかっていうのがあるでそこからだん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 環境音自分が今いる場所からちょっと違ったところに行くような感じにするとかそういったあの科学的えとリサーチをもとにえと曲を作るっていう。 お題をいただいて、それをなんかチャレンジするのがすごい楽しかったです。まあおしゃったらあ,あのでした。<laughs> はい。ああ <laughs> すごいカッコよかったから。本当に。y、yeah. e いやあの自分が自分のラップかっこいいというより他の人に言ってもらうほうがいいから。いやあのそそううでですけどどなるほねねだした ババールこれは何か集中する時の何かすることってありますいやもうゾーン姉さんのリサさんいやでも私私はず、うん、私はずっとゾーンだからその、うん、もう一発の「うんふ」っていうのはうんね逆にバーバルの方がほら一旦。 また違うお仕事<ー>違うアーティストって言って戻ってきてのあれは知りたいよね。とあルこそどういうふうにしてんだろうってたと例えばさ朝会議しましたってやるあるじゃんうん、うん、会議じゃあ3つ連続あります日もあるでしょうん,、うん、なんか例えば、うん、で夕方っていうか夕方ぐらいにとか午後ぐらいからレコーディングがあります、うん、その切り替えてあ,、うん、あとこれか書かなきゃいけないですその時の切り替えってどうやってやってるか知りたい。一日通してというよりあの 朝の僕のルーティーンっていうのがあってなんかあのこれいろんな集中力高めるためのなんかそういうポッドキャストとか聞いて自分なりに編み出したんですけど朝起きるとすぐスマホ見たいでしょスケジュール今日なんだろうとかなんか LINE ないかってなるでしょしないですよ僕はわざとしなくてまず朝家の掃除してで走りに行くの。で走って帰ってきてて帰きから ちょっとテレビ見ながらちょっと飯食ってからの会社行きながらそのまあ今日何するっていうちょっとそういうルーティーンにするとちょっと一日ちょっと何だろううまいバランスの取り方ができるんだけどまあちょっとそれバーってちょっと忙しくなっちゃうとまた切り替えが難しくなっちゃうから一回極力まあタクがさっき言ってた通り仕事が立て続いてじゃあレコーディングって時は一回まあその。 全然関係ないこととしたりか途中で本当はねジム行けたりとかすると切り替わるんだけどなんかそういうのを心がけてますはい朝携帯見ないのって面白いけどねさらに細かく言うと朝起きると夢見るでしょ夢って記載する記載って何書くああたまにするけど自分の脳の中で巡ってることを 夢でたまに自分が自分の頭の中でそれを語り表現するらしいからそれを書くのいいってことだから俺朝起きるとまず夢を何の話してう夢を全部そそううでで後分析すると意外とそのドリームインタープテーションとかあるからでそれをしてから家の掃除して走りに行ってっていう。 私気になるけどね。ちゃんとそういうのやって。いや、俺も気になるのよ。家の中、ちょ、ほこりが立って。たり。マジで。俺やばいの。疲れない。あのね。うん。自分に疲れる。でしょ。疲れる。やっぱ、さ、うん。私も自分に疲れます。え?。そう、そう、そんな感じ?。出かけないしね。出かけ、出かけさせてくれないね。出かけ、三、三。 3人で出かけて楽しいんだったらやっぱバーベキューとかじゃない俺はしたいの、うん、バーベキューしたいないい、ね、グアムの時楽しかったし楽しかったえ楽しかったですじゃあどこ行きたい <laughs> 私はねどこでもいいんだとにかくでも本当に3人たった3人というのが本当の約束とあとは楽曲作りをもうとにかくしないしないでしないの3人がいい <laughs> え,えどういうこと <laughs> いやだからさ、あの必ずなんかほら、音楽を通してのお付き合いで集まるのを。たまには、たまには本当に。ハートだけでもうつるみたい。わかる。わかる。本当にわかってる。寿司でもいいし、もう本当もうベべろべろになるまでもう飲んだぐらい何言ってるかわかんねえこいつぐらいな。やり合いしたい。いつも誰か監視、あのいるから辛い。辛い。 っっらいやあのそのベロベロになるまでか飲ましてくんないかどっちか,だか、うん、あのグアム行った時結構結構そこそこベロベロでしたけどね、うんうんうん、でもそれは私とくちゃんもそうなんだけどもっと私とくちゃんも,、うん、もう音楽なしで今日楽しいねってお酒の飲み方してみたい、うん、ノーテーマでねうん、うん、バーバルともね、うん、えー 「MFLOW、ね」ほ何年ぶりかっていう感じでリサが戻ってきてからさらに2年かかってアルバムがようやく完成、えー、としますでそのアルバムとともにライブ、えー、と20周年ライブもやるんですけど、えー、とそこでは本当20周年の集大成だけじゃなくてここからの未来の m「m f l o を見せられるようなライブにしたいなと思ってますぜひいろんないろんなことが起こるんでチェックしてくださいあ僕も <laughs> なんか振りたがるね <laughs> いやバーバルはしゃべったもうちょっと本当いやもう散ん喋んってたからちょっとあの補足までにじゃないですけどでも本当に久しぶりのワンマンライブですしあのフェスはここ最近結構回ったりして、まあ、国内外であのステージ立たせていただいてるんですが、まあ、だんだんあうんの呼吸も分かってきて久しぶりのステージもだんだんタイトになってきたので、まあ、次はセットリストをがっつり組んで えー、懐かしい曲から新曲までどんどん披露していきたいなと思いますのでぜひ11月2223お待ちしております。Thank you